えじゃないか B 面堀口です。はい、キミカです。よろしくお願いします。もう夏休みでしょ。そうですね。夏休みの思い出なんかあります？あ、今回はじゃあそれにしましょう、うん、ありますよ。ある。私夏といえば、うん、毎年これです。何？ディベート甲子園そっか、はい、萩さんは、高校時代がディベート部なの？中学高校。中学高校ディベート部はい、6年間ディベート部って何するの？はい、ディベートですよ。で、例えば運動部ね、はい、運動部だから、はい、グラウンド走ったり、はい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 、野球だったらキャッチボールしたりみたいな練習じゃん、はいはいはい、練習ってどうやるの？練習は試合しますよ、一応。試合とかあんの？試合とかあんの？あります。試合ですよ、だって甲子園ですから。私たち目指してるのは、ちょっと待って、ってことは全国1位を競う大会があるってこと？はい、その生ディベート。高校の、はい、いや中学もディベート甲子園が。へえ、それ何？相手を罵り合う大会でしょ？罵り合わないです。バリ雑言を浴びせて相手を罵り合って潰し合って、よし潰れたぞっていう。違う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 。いかにこう理論できちんとこう自分たちの言ってることが正しいかっていうのを証明する。テーマとかがあるんですよ。テーマが、はい、決まってて、賛成派か反対派に分かれるんですけど、その場でじゃんけんで決めるんですよ。勝ったら賛成派、負けたら否定派。じゃあ例えば消費税、はい、まあ 50% 賛成派か反対派か決めますって言って、はいはい、じゃんけんで決めて、はい、じゃあもう賛成派になったらとことん賛成の意見を言う、はい、そうです。自分が反対だと思ってても。そのテーマっていうのは当日決まるわけ？あ、それはね、少し前に、半年前ぐらいに1年間同じテーマでやるので。ああ、予選、はい、じゃあ全部それで話す？全部それです、地区大会も結構いろんな角度で攻めないと。そうなんです。手の内とかバレちゃったら。そうです、そうです。あ、じゃあ本当に野球みたいだね。はい、1年間通してやってますもんね、野球も。あのチームは盗塁が多いから盗塁をなんとか阻止しようとか、はい、データが出るわけだ。そうです、そうです。え、めちゃくちゃ面白いじゃん。それどこでやってる場所？甲子園球場。図書館でひたすらだから資料を集めて。あ、甲子園球場はね、今いろんな場所がちょっと毎年変わっちゃうんであれですけど、最近は立教大学、東京の。お、まあ、いわゆる甲子園、はい、の舞台として。面白いね、それ一般の人見に行けるの？行けますよ。あ、そう。はい、ぜひ8月上旬。あ、そう、はい、無料？無料、無料です。よければ。どこが強いの？やっぱりね、近県だと愛知県の東海中学高校っていうところあるんだ。はい、あるんです。例えばね、こうほら甲子園だったら大阪の桐蔭、大阪桐蔭が強いよとかね。そうそうそう、あるんですよ。そういうのあるんだ。あるんですよあるんだ。あるんです。面白いね。面白いでしょ。え、三重県だとどこが強いの？三重県はね、最近なかなか参加してる学校も少なくなってきちゃって、やっぱメンバーもいるのと、萩さんの出身校は強いの？はい、もう今やね、出てないんですよ。あら、そうなの？残念ながら。 OB としては寂しい。寂しい面白いね、はい、こんなこと話したらね、もう3分経っちゃったんで。え、堀さんの夏休みは？はい、来週秋休み。そうしましょう。で、ね、すげえ面白いね、ディベート甲子園。マジ？